はい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 。阿部監督が取材を3度目かな？うん、拒否したみたいやけど、まあちょっとそれについての僕の見解をお話ししていきたいと思いますし、まあ最近の試合見ててね、特にまあ昨日の試合とか見てて、ちょっと気になったところがあったんで、それについてもね、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあジャイアンツの気になるところというところと、まあ取材拒否、大丈夫なのっていうところをね、ちょっとお話していこうかなというふうに思っています。まあね、その お話をする前にですね、ちょっと皆さんにね、しつこいようですけど告知させてください。あの今年中にね、チャンネル登録者数5万人。500人違うよ。5万人を、ね、目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録のほど、高評価のほどよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、本題入っていきますけども、昨日ね、あのジャイアンツマジック点灯したんですよ。うん、まあマジック9というところね、まあマジックが点灯するって、まあいいことじゃないですか。で、いいことではあるんですけども、まあ少しね、やっぱりこう、阪神の追い上げっていうのがえげつないんで、ちょっとうかうかしられないなっていうのは、マジであると思うんですね。で、その上で、で、昨日ね、取材拒否をしたんですよ、阿部監督が。で、これ、シーズンで言ったら3度目みたいなんですけど、で、今までは結構負けてとか、あまり不甲斐ない試合でみたいな感じで取材拒否をしてたみたいなんですけど、してたんですけど、昨日に関しては、まあ、同点というところで、まあ、その珍しいですよね。あの、優勝マジック9が点灯した日に、まあ、取材拒否するって結構珍しいことだと思うんですけど、まあ、なんか記事かなんかで見たら、なんかその、まあ、マジックついたけど、まあ、ついてないようなもんだから、まあ、気にせず一戦一戦ね、まあ、戦っていこうみたいなことを、まあ、ナインに向けて話してたんで、まあ、少し、まあ、時間がなかったというかね、うん、って、みたいな感じで、言ってたんですね。で、本当に、その通りだと思うし、マジック9ついたからってね、本当に、あんまり関係ないことないよ。関係ないことはないけど、全然逆転される可能性っていうのは、マジで今の状況を考えたらあると思うし、それぐらい阪神がすごい、と僕思いますんで、そういったところで、本当に阿部監督、このね、マジック点灯ついたけども、選手が浮かれることなくね、それを、まあ、気を引き締めるような形で、ナインのね、みんなにこう言ってたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、特に昨日の試合見てて、僕すごく心配するというかね、気になったことが2つぐらいありまして、多分ね、おそらく熱心なね、巨人ファンの方も僕と同じように思ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まず1つ目が、バルノナードのね、状態ですね。はい。まあ、前々からね、ちょっとどうなのって、大丈夫なのっていう風な形、特にフォアボールとか多すぎるやろって、うん。まあ、前半戦ね、よく頑張ってくれたんで、そこまであんまりね、こう、おい、バルドナード2軍行けとか、そんなことは思わないですけど、でも、やはり最近、特にまあ、後半ね、まあ、ちょっと前まで、守護神をね、務めてくれたりとか、まあ、いろいろあってね、多分疲労も溜まってきてると思うんですね。で、その中で、まあ、昨日の采配もそうですけども、まあ、はっきり言って、昨日勝つだけというか、まあ、もっとね、例えば、昨日の試合見てない方に分かりやすく説明すると、まあ、その2アウト1、2塁という場面があったんですよ。バルドナードがね、投げてて。で、オースティンにフォアボール出して満塁という場面で、まあ、宮崎選手だったんです。で、ここで僕、スイッチするかなって、まあ、船場様投手かな、出てくるかなって、宮崎選手なんで、右の宮崎選手なんで、まあ、はい、右サイドハンドの、まあ、船場様投手を出すかなっていうふうに思ったんですけど、そこをね、あえて続投させずに、続投させて、で、それで押し出しのフォアボールっていうのがあったんですね。で、まあこれ2つ、まあどちらとも取れるんですね。で、どういうことかっていうと、まあ普通に、まあ続投っていう形でいったっていう場合もありますし、逆に、そのバルドナード選手が最近調子良くないじゃないですかっていうところで、まあ、自信持たしたいというか、まあ、ここを抑えて、0点で抑えて、まあ、次の登板に向けて、こう、調整をしていってほしいとか、自信をつけていってほしいっていうところで、まあ、あえて投げさせたっていう、この2パターンあると思うんですけど、まあ、僕は多分これ、自信をつけさせて、行きたいっていうところで多分投げさせたと思うんですね。で、なぜそうするかっていうと、多分、まあ、皆さんも感じるかもしれないですけども、中川投手がやっぱいないんですよね、今年で言ったら。うん、やはりこう、怪我して状態悪くて、ファームでも、っていうところで、なかなか一軍に上げてこれないっていう現状があるんで、もう、バルドナードを、
もう復調させるしかないというか、もう自信取り戻すしかないと思うんですね。だからあえてここね、押し出しになってしまったけども、投げさせたと思うんですね。うん。船迫投手に満塁でスイッチせずに、押し出しになってからスイッチしたと思うんですね。僕はそういうところがあるんじゃないかなって思ってて、まあ、後半戦で、ね、みんなしんどいですと、リリーフもね、大勢投手もね、昨日も出てましたし、いろいろあるんだけども、まあ、そのやっぱりその中川投手とかそういったところの状態なんかを見て、まあ、バルノナードがやっぱり自信つけてくれるというかね、もう一回復調してくれないとやっぱこれから先やっぱきついよっていうところ の裏のメッセージなんじゃないかなとも受け取れたんですね、僕はね。はい。で、まあ、成績見ててもやっぱりこう、まあ、全体の成績見ると、まあ、55試合投げてて、2勝3敗9セーブで防御率が 2.39 で、ウィップが 1.35、まあ、ちょっと高いなっていうところありますよね。で9月に関して言うと、まあ、6試合で防御率が 3.86 でウィップに関しては 2.14 ってあるんで、結構やっぱ悪くなってるんですね。全体の成績から見てもやっぱりだいぶこの9月っていうのは状態が悪いなっていう感じがしてるんで、そういったところで、まあ、みんなね、分かってると思うんですよ。バルナードあんま調子良くないって。で、150キロ以上ね、出しますけども、それも結構簡単に通打されたりとか、っていう場面が結構目立ちますんでね。で、大体フォアボールが絡んでるなっていうところあるんで、まあ、あまり、まあ、状態としては良くないんだけども、やはりバルナードに立て直してもらわないといけないっていう、台所事情、懐事情があるんじゃないかなって思うんですね。で、僕の YouTube でもたくさんコメントありました。坂本選手ね、二つ目、気になるところ。マジで、大丈夫かっていうところを、なんかその、いろいろコメントとかあって、レジェンドの衰えた姿は一番その、しんどいみたいな、起用するのがしんどいとか、なんかもう、たくさんね、書かれてました。Yahoo コメントにもね、僕見たんですけど、たくさんありましたと。で、はっきり言って、まあ、状態悪いと思います。昨日見てても、まあ、引っ掛けてしまったりとかも多いし、ね、速い球に対して、ちょっとこう、振り遅れたりする場面もあったりしますし、なかなかね、こう、上がってきそうな時もあったけども、この間の広島戦かな、すごく良かったんですけども、そこから広島戦以外ではあまり打ててないというのもありますから、まあ、その2番じゃなくて、下位に落とした方がいいとか、いろんな意見ありますけど、多分ですが、その打順はちょっとわかんないです。打順はちょっと変える可能性はあると思うんですけど、安倍監督の、考え的にね、あると思うんですが、多分僕、そのスタメンというか、坂本選手を、まあ、外すってことはあんまりないんじゃないかなと思ってて、まあ、やはり安倍監督が、困った時のベテランっていうふうなことをね、ずっと言ってましたし、もうあと残りね、十数試合というところで、もう最後はね、もう本当に、最後までやってもらうみたいなコメントをね、してましたから、ベテランにはね。だからそういったところで、まあ、坂本さん状態悪いですけども、僕は今後も使っていくんじゃないかなと思うんですね。で、9月の成績見たら、11試合で打率が2割2分5厘。で、1ホームラン、3打点。で、OPS が604ってなってるんですね。だから、全体成績で見ても2割3分4厘で、6ホームラン、29打点。OPS が604っていうところで、まあ、坂本選手のね、これまでのキャリア、成績からしたら一番良くないと思うんですね。まあ、怪我の時は除いてるんですけど、良くないぐらいだと思うんですが、やはり、良くない中でも、まあ、もう信頼して使っていくっていう、多分、安倍監督の方針だと思うんで、多分ね、これはね、今後も使っていくんじゃないかなって、打順はね、わかんないですけども、使っていくんじゃないかなと思います。で、よくネット上の声で言われてるのが、まあ、中山選手を起用しろよ、みたいな。こんだけ言ってんだったら、起用しろっていう声が結構多くて、で、僕自身も、中山選手ね、非常にいいなっていうふうに思ってるんですね。バッティングの状態もすごくいいなと思ってるんですね。ただ、やはり、まあ、守備もそうですし、まあ、存在感っていうところも、含めて、やはり坂本選手にはまだちょっとこう、届かないのかなと思いますし、で、まあ、成績なんか見ててもね、9月で、まあ、9試合で出てて、打率が4割5分5厘、で1打点、0ホームラン、で、OPS が1.084っていうところで、素晴らしい成績出してるんですね。ただ、まあ、その、まあ、守備のこともあります。まあ、守備もまあ、無難にこなしてたんですけど、やはり、まあ、坂本さんの方がいいかなっていうふうに思いますし、まあ、坂本さんだ、確か上がってきてないですけども、本当にもうそこにかけて、もう上がってくるというふうにかけて、多分安倍監督はやるんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、そこはね、まあ、中山選手使えよとか、まあ、大城選手をね、まあ、使えよとかね、カズマをサードにして、ファーストで使ったらいいやないかとか、まあ、その、いろいろキャッチャーで使ったらいいやないかとか、いろいろありますけども、まあ、今見てる感じだと分かんないですよ。分かんないですけど、まあ、ベテランをね、信じて使っていくだろうし、
まあそのもう坂本さんのあの副長にかけるしかないかなっていう、うん、あとやっぱりこうモンテスもちょっと落ちてきたかなっていうところありましたけども、やはりまあ秋広選手とかも、うん、ちょっと途中でね魅力ないよとか言ってね変えられたりとかしてますんで、さすがに、まあ、この優勝争いしてる中に、まあ、浅野選手はね、まあ、非常に頑張ってくれてると思いますけども、その中に秋広選手も入れてっていうところで若手を2人入れるのって結構やっぱりこう難しかったりとかするのかなと思うんで、まあ、入れても1人かなっていうところはね、スタメンに入れるのは 1人かなっていうところはあるんで、そういったところで、まあ、すごく難しいところになりますけども、まあ、バルノダーの副長もそうですし、坂本さんの副長もね、もう願っていくしかないというか、もう使いながらね、もう副長を期待するしかないんじゃないかなっていうのが僕の意見ですね。はい、そんな感じでね、今日はね、まあ、安倍監督が取材拒否をして、まあ、昨日僕、試合解説させていただきましたけども、まあ、あまり良くない試合だったと僕は思いますし、勝てた試合だなというふうに思うし、まあ安倍監督はね、一戦一戦まあ、気にせず戦っていこうというふうなことを言いましたけども、多分、まあ、それ以外の内容についても言及してると思うし、僕は結構ね、結構昨日厳しく言いましたけども、まあ、そういったことももしかしたらミーティングで言われてたんじゃないかなというふうに思うので、もうやっぱりね、引き締めて、まあ、いろんなね、サインであったりとか、そういったところも、まあ、ここからはね、多くなってくると思いますし、で、ましてや、ちょっとね、僕が不安なのは、グリフィンが中4日でね、ジャイアンツじゃなくて、タイガース戦にね、甲子園で先発するっていうことも、まあ、ちょっとどうかなっていう、まあ、援護点もなかなか取れてないし、で、相手も才木投手と、高橋遥人投手で来るっていうふうなことがね、ずっと言われてましたから、そういったところで、まあ、ジャイアンツもなかなか点取れないし、で、グリフィンも中4日っていうのは多分今シーズン初めてだと思うので、まあ、まあ、菅野さんはね、まあまあ、大丈夫というか、まあ、ある程度やってくれると思うんですけど、グリフィンはどうかなっていうところは正直ね、不安あるし、まあ、直接対決で負けたらね、やっぱりこう、ゲーム差縮まったりするんで、そこはね、なんとかね、それまでに勝って、広島とかにも勝って、DeNA もそう、今日の DeNA もそうだし、広島戦にもそうですけども、やっぱ勝ってね、とりあえず目の前の試合に勝って、久しぶりにね、優秀の美を飾ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日はペラペラ話していきましたけども、こんな感じで終わってきます。最後になりますけど、もう一回ね、チャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、高評価ボタンポチ、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあ、バイバイ。